はい、皆さんこんにちは。ギタリストの相掛恭平です。いつもご視聴いただきありがとうございます。今日はですね、前回といいますか1ヶ月ぐらい前に上げた GT1000 の、動画があったと思うんですけれども、今回はそのパッチのね、細かい設定についてお話ししていきたいと思います。主にはアンプの設定ですかね。プリアンプの設定こんな感じでやってますっていうのだけね、今日はちょっと紹介していきます。では早速いきましょう。で今、前に見てもらった通りですね、パッチはこんな感じで、1の1から5、これを紹介していきます。で1の1のボックスクリーンですね、音はこんな感じです。ちょっと強く弾くとゲインがアップといいますかね、歪み出すって感じですね。でこれ少しクリーンブーストだけかかってます。数値はこんな感じですね。はい。でアンプがこれダイヤモンドアンプ、ボックス系のアンプになります。でそう、GD1000 の、アンプの設定についてなんですけれども、これページをね2つ送っていくと、ゲインスイッチっていう項目があるんですけど、これロー、ミドル、ハイと3段階で選べるんですね。これがいわゆる基本的なこのアンプのゲインの量っていうのをここで選ぶことができます。僕はこれクリーンの設定で使ってるんで、一応ローにしてるんですけど、ローだとこんな感じですね。ミドルにすると、結構上がりますね。で、ハイだと。だいぶ上がりますね。今、そもそもの原因が60とか、ちょっと高めなので、そうですね。ローで60。で、今これぐらい。これぐらいですね。で、はい。で、このサグっていう、これ項目なんですけど、これは、ちょっと今、ボスのページ読みながら、そのまま読み上げるんですけど、チューブアンプにおいて、パワーアンプに負荷を与えてドライブした際に得られる、独特なコンプレッション感を調整するパラメータです。数値を上げていくと、ピッキング時に感じるコンプレッション感や、弾力性が増えますということで、なんでしょうね。チューブアンプ弾いた時の独特の、ツヤ感っていうかね、パキンとくる感じのあのニュアンスがここで調整できるという感じですね。で僕は今7ぐらいで使ってます。はい。じゃあ次このレゾナンスですね、また読み上げます。パワーアンプとトランスの相互作用によるダイナミックスの変化量を調整することができます。数値を上げていくとサウンドのリリース感が増加、低音の鳴りが大きくなりますということで、これも今プラス6ぐらいで使ってます。はい。で、レベルが今88ですね。で、今度、あれですね、EQ ですね。ベース77。ちょっと僕、ベース強めというか、低音がね、リッチな方が好きなので、ちょっと強めにしてます。これ、ね、本当 UK って感じのね、クリーンがいいですよね。で、ミドル58のトレーブルが63。で、プレゼンス0ですね。はい。で、こんな感じかな。これが、1の1ボックスクリーンですね。はい、続きましてクランチですね。で、これは前段にクリーンブーストは加えてないですね。で、このダイヤモンドアンプですね、さっきの、ボックス系のやつです、同じです。で今度はゲインスイッチですね。ゲインの量をミドルに設定してます。音はこんな感じです。はい。さっき
でちょっとやっぱね歪みが足されてますね。で、ゲイン68の、サグがプラス6、レゾナンスがプラス5、レベルが64の、ベース67、ミドル55、ドレブル63ですね。プレゼンス0ですね。はい、こんな感じです。はい、続いてドライブですね。音はこんな感じです。ちょっとドンシャレ気味のドライブになります。でこれがクリーンブーストがオンになってます。で、これアンプタイプがですね、これ面白いのがデラックスリバーブタイプのこれデラックスコンボっていうアンプなんですけど、で普通デラリバーって結構、まあ、クリーンなイメージがあるんですけど、これをね、ゲインスイッチをハイにしてます。ハイにすると結構ねこういう音になります。箱のあり感のある音がねすごい好きです。でゲインが53の、サグがプラス6、レゾナンスがプラス5、レベルが65、ベース62、ミドルが65、トレブル80、ちょっと高めですね。でプレゼンスが12にしてます。はい、こんな感じですね。はい、じゃあ次いきましょう。次リードですね。音はこんな感じで、これ、ね、ちょっと音変えてますね、多分前回と。そう、前回ね、アンプをこれ2つミックスできますって話したんですけれども、そこは変わらずですね、デュアルにして、こっちか、前これレクティファイヤー、レクティスタックだったかなにしてたんですけど、ちょっと今回ねブリッドスタック、まあマーシャル系ですかね、のものにしてます。これとオレンジスタックですね、これ2つ混ぜてます。じゃあまずブリッドスタックの設定ですね、ゲインが76、サグがプラス7、レゾナンスプラス4、レベルが71の、ベース55、ミドル68、ドレーブル61の、プレゼンス10ですね。で、ゲインスイッチ、これミドルにしてます。はい。で、次、ミックスの片方ですね。もう片方がオレンジスタックのゲイン60、サーグプラス7、レゾナンスプラス7、レベル100ですね。で、ベース52、ミドル50、ドレーブル63、プレゼンス5ですね。で、ゲインスイッチミドルですね。はい、こんな感じです。前回より割とジューシーな音になってるんじゃないかと思います。ちょっとスティーブ・バイやってみました。はい、じゃあ、最後、ML ドライブですね。一番これ気に入ってるアンプというかね、音色かもしれません。でこれがまたデュアルですね。2つの音を混ぜてます。音こんな感じですね。デュアルですね。で、アンプがダイヤモンドアンプ、僕の大好きなアンプです。ゲイン65、サグ6、レゾナンス5のレベル64ですね。でベース64、ミドル53、トレブル60、プレゼンス4。で、ゲインスイッチがミドルになってます。はい、続いて、もう一つがですね、ブティックですね。でこれが、
ゲイン73のサグ10プラス10ですね。レゾナンス4のミドル、あ、ごめんなさい、レベル60。で、ベース51、ミドル55、トレブル67、プレゼンス0。で、ゲインスイッチが、ミドルですね。はい。これで、そうか、アンプの設定に関してはこんな感じですね。はい。まあ、ちょっと細かいね、この辺のスイッチとかも設定もあるんですけど、ちょっとまたそれは別の機会にやろうかなって思ってます。はい。じゃあちょっともう一回最後にね、各パッチの音を少しずつ弾いてみます。ですね。続いてドライブですね。でしたけれどもいかがでしたでしょうか。またね、何かリクエスト等あれば、こんなの知りたいとかあればですね、コメント欄に書いていただければ幸いでございます。はい、ではまた次回の動画でお会いしましょう。それでは。